ます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。この度はバンドが10周年記念アルバムというと大げさですけどね、3年半ぶりに井中宏明君が帰ってまいりました。ご無沙汰しました。ありがとうございました。ごめんなさい。都合は2曲。はい。いやもう爆裂ピアノをぜひお楽しみください。すごかったですね。もう吹っ飛ばされるかと思って。すごかったですね。風が巻き起こってましたね。なんていうかね、あの人がこうやめてくれって言ったのにこう。マウントでこうどつきまくる感じ、例えるならね、分かりやすく言うならば、まあ、全てあの CD にね、はい、音源を聞いてもらったら分かるんで、なかなかあの短い時間でのリユニオン特貫工事的なレコーディングでしたけど、今日という日はギュッとこう、うん、コンプリートパッケージですか、そうですね、パッケージされたんじゃないでしょうか、なのでね、あの古くからの僕たちのファンの皆さんも新しい井高君を知らないという方にこそ聞いてほしいかもしれない、はいね、そうですね、なんかこうミョキミョキっと成長した、うん、帰ってきてくれた井高くんのピアノが聴けるのではないでしょうか。では井高くん、なんかインフォメーションを。インフォメーション、あ、じゃあ、あの明日六本木でライブします。明日あの常にこの動画を見たあなたにとっては明日六本木で、そうですね、絶対いる、そうですね、まあ、最後にちょっとビートもらっていいですか、ちょっとあのラップしていいですか。あ、俺もう恥ずかしいから消えとくわ、うん、やりますか。いやいや、井高の前で初めて見せるこの俺の姿、これは俺は仮の姿ではなく、俺はほんまに真のラッパーになろうとしている、そんな姿知らねえだろうな。いや、今かと待ちわびた結果来たのは井高。いや、来たのは三鷹ではなくて千歳烏山らへんから来ているはず。いや、田舎、別に田舎から来たわけじゃなくて from 東京、レペゼンは滋賀。いや、俺たちは全然しがらみもない関係、昔から仲いいぜ、インダーインダハウス。ありがとうございました。すげえ。いやいやいや、ありがとうございます、はい、拍手をされるっていや、めっちゃすごいな。というわけで、4月の19日に発売いたしますので、はい、ね、情報はまだ、乗りません。無事、レコーディングが終わりまして、今はコンビニで打ち上げをしております。お初に、お目に、かかりますは、まおちゃんでございます。では、どうぞ。はじめまして、どうもはじめまして、こんにちは、山本まおです。ですね、私が参加させていただける、何だったっけ、ラップストップスギさんのですね、アルバムがですかね、どど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 はい、どうも皆さん、こんにちは、ね、山本、そうです、ですね、私の推測によりますと、あの人は多分私の隣に、どうも派手まばって山本と思って、キュッキュッ、私が参加していてる、このプロ野球チーム、あ、いっけね、バンドクラップストンプスインギンの新しい、ビニボンが発売します。4月19日日曜日お昼です。ライブです。みんな来てね。どうも、はじめまして。オルガニスト山本真央です。私が参加させていただいた、クラップストップスインギンさんたちのアルバムが完成します。レコ発は4月19日。
日曜日です。お昼です。みんな来てください。以上です。いいですね。CD もその日に発売いたします。高田君何か一言。まあ、ね、これからもうみんなの妹になりうる、山本真央ちゃんですね。どうぞ皆さん、可愛がってください。現場からは以上です。